初代 BMW M2 はコンパクトなボディにハイパワー、そして FR というね、車好き、運転好きだったら、もうね、誰もが好むに違いないスペックを引き下げて登場して、まあ、瞬く間にね、世界中で人気者になりました。特に日本市場はね、売れに売れて、まあ、やっぱりね、サイズが絶妙だっていうのはあったと思います。世界でね、5本の指に入るマーケットになったというんですね。そしていよいよね、2世代目になったこの M2。ね、1シリーズが FF 化されて、2シリーズどうなっちゃうんだろうなと思ってたら、2シリーズは FR のまま残してくれた。だから M2 もあるよねということで、まさにね、FR、コンパクト、スポーツとして、磨きをかけたモデルがこうして生まれたということになります。まあ、そんな新しい M2 に乗りに今ね、アリゾナ州まで来ています。この素晴らしい景色、ちょっと見えますかね。はい、このようなワインディングロードで今乗っているんですが、いやもうね、これファーストインプレッションからして、もうね、楽しくてしょうがない車だなというのが、ね、ひしひしと伝わってきますね、これね。そんな新しい M2 ですが、まずね、ボディサイズ、こちら全長4580ミリと、ね、依然としてコンパクトと言っていい数字をキープしてます。M4 よりね、214ミリ短いのかな、はい、ということで M4 今ねかなり大きいですからね、それに比べると随分手頃な感じになってると。ただもう全幅はもうほとんどね1890かなというようなところまで広げられてて、スタイリングはねかなり派手というか迫力ありますよね。M4 のね、あの大きいグリルとは違って、キドニーグリル、若干コンパクトに見えるんですが、その分ね、バンパー下の開口部かなり大きくなってて、まあ空気いっぱい取り入れますねという感じがしますよね。そしてカーボンルーフ、エアロパーツなどもついてるんですが、タイヤサイズも結構注目です。フロントが275/35/19、リアが285/30/20というね、かなりフロントが太いんですよね。このサイズが必要だからこのボディーワークなんだなというのも、まあ、納得できるところですよね。そしてインテリア、この BMW カーブドディスプレイがいよいよ採用されています。そしてこのバケットシート、電動のねスライドリクライニングついてるんですが、あの見た目はね竹々しいですけど、座るとものすごくねしっくりくる、スポット収まってね、もうやるぞって感じが、まあ、みなぎってくるなという感じがしますね。そしてさらに、まあ、見ていただければ分かりますがね、マニュアルシフト用意されています。ということでパワートレインなんですが、直列6気筒3リッターのツインターボ、こちらを搭載しています。最高出力460馬力最大トルク550ニュートンメーターということで、先代よりね90馬力も上がってるんですよね。もうエンジン自体はもう実は M4 のものとほとんど変わらないと、内部パーツもねほとんど一緒だよということです。そしてトランスミッションは、まあ、今回はついに8速ステップトロニック、ね、8速の AT とこの6速マニュアルがオプションで用意されたという形になります。でメカニカルな部分はね実はそんなに新鮮味があるというわけではないんですよね。まあいつもの通りの、M のディファレンシャルがついて、 M トラクションコントロール、こういうのもありますが、基本的にはピュアな FR。 ただ今回のモデルはねサスペンションようやく可変式になったなというのが結構大きな違いと言っていいのかなという気はします。というわけで走りどうなのよというところなんですが、今実はこの M のモードはおとなしい方、ね、エンジンエフィシェント、ブリッピング新しくついた機能もこれオフ、ダンパーとかコンフォートで走ってるんですが、乗り心地はね街中では相応に硬いとは思います、ね、やっぱバネが硬いしタイヤでかいし、ただボディがめちゃめちゃ強靭ですね。これはもうどんな入力があってもビクともしない、乗り心地悪いな硬いなと思って乗り出したんですけど、いやいやこれは長距離でも全然いけんなというふうに、マインドがねすぐに切り替わりました。もう全然ねいいボディですよ。まあその代わりこの車車重がね 1.7 トンとかあるんで、実はコンパクトに見えて重いは重いんですよね。まあそれは実は M3、M4 と同じなんですがね、傾向としては。ただこのボディ剛性をね感じてしまうと、まあそれもいいかなと思ってしまうような感じでしょうかね。じゃあせっかくなんでちょっと M モード M1 に変えてみました。エンジンスポーツ、サスペンションもスポーツになりますね。ちょっとせっかくなんで、ほら、どう
うですか、やっぱストレート6最高って感じがしますよね。じゃあついでに M2 にします。 M2 モードに入れてみます。はい、 M2 モードに入れました。もうエンジンはね、もう文句なし、これね、文句の出る余地はないですよね。もうそうなんですが、それ以上に感心させられたのはね、ハンドリング、フットワークですね。本当に正確で、これは気持ちいいな。ボディコントロールね、ロールを抑えすぎていなくて、非常にね、ひらりひらりというような言葉を使いたくなるような走りの感触ですね。ただステアリングがもうめちゃくちゃ正確性が高いんですよ。なのでこう初めて走るアメリカのね、しかもワインディングロードって結構路面がうねってて先が見えにくいなって感じがあるんですけど、まさにね、針の穴に糸を通すみたいなコントロール性があるんで、安心してねコーナーに入っていけるなという感じがします。いや、これはいいですね。気持ちいい。本当はね、サーキットとか持ってきたいところですけどね、こんだけ気持ちいい走りだとね。もうしかもね、やっぱパフォーマンスが相当上がってるんで、460馬力ね、結構もう使い切れないよという感じありますよね。まあそんなところも含めてサーキット持ってきたい気持ちはあると思ってたんですけどね、なんで今回サーキットないんだろうってね、試乗ルートに思ってたんですけど、これはね、その全開にしなくても、したら楽しいけど、気持ちいいけど、しなくても、うん、これは十分に楽しめるというか、もうどんな速度域で走っててもドライビングファンがすごい色濃いね、濃密なファンが味わえる車だなというふうに思います。まあそれマニュアルだってのもあるかもしれないですね。AT でもいいと思いますけど、マニュアルだったらね、こういうところで好き勝手にシフトして楽しむね、自分のリズムで走ることができる。だからこういうのを残してくれたっていうのはね、素晴らしいことだなというふうに思いますね。だからまあやっぱ BMW がね、 M 社がなぜ今回こういうルートを選んだのかというと、まあそういうところを分かってということだったのかもしれませんね。うん、はい、そんなわけで新しい M2、ざっと短かったですけど紹介してきましたが、まああまりね、この車の場合は言葉を尽くさなくてもその魅力十分に伝わったんではないかなという気がします。とにかくね、プリミティブというんじゃないんですけど、スポーツダイビングの基本中の基本というか、そういうもの、エッセンスの部分がギュッと凝縮された車だなということを感じますね。もうすでにね、日本でも発表されていて、価格958万円です。まあ安いとは言いませんけどもね、1000万円超えちゃうかなと思ってたんで、頑張ってくれたなと、 BMW ジャパン頑張ってくれたなと思います。しかも AT と MT 価格一緒です。まあ先代もね、かなり MT 比率は高かったと聞きますが、今回も MT ね、間違いなく売れるんだろうなと思います。 BMW はね、この車のプレゼンテーションで2002ターボからの系譜の、まあ、延長線上にある車だよということをね、アピールしてました。まあ確かにね、今やもちろんサイズはそれより随分大きいですけど、まあ社会の中でというか世の中の中で見ると十分コンパクトといえるサイズにね、ターボの圧倒的なパワー、そしてハンドリングを兼ね備えたね、走りに徹した車、さらに言うとね、当時の02ターボは BMW のブランド力を思いっきり引き上げる存在だったと思うんですよね。この新しい M2 も改めてね、 BMW のバイタリティというか、ブランドの若々しさというか、エネルギッシュさをアピールする存在と言っていいのかなという気はしますよね。そんな新しい M2、 日本でも早く乗ってみたいところですが、きっと待ってるファンの方もいっぱいいらっしゃると思いますけども、そんな皆さんにね、期待はどうやら裏切られることはなさそうだぞと、うん、お伝えできたんじゃないかなというふうに思います。どんな車乗ってもね、同じような話になっちゃいますけども、いつまでもこういう車ね、乗れるかわからないというところ正直あります。 BMW 自体も電動化とか、まあもうどんどん進めてきてるし、 M 自体もそうですよね。まあそう考えた時に、この車そろそろ乗っとくべき、買っておくべき車と言ってもいいのかなという気がしますよね。